金正恩北朝鮮国務委員長が、先代である金正日総書記の命日12月17日、錦秋山太陽宮殿を参拝した。錦秋山太陽宮殿には、金総書記の遺体が保管されている。労働党機関紙、労働新聞は、金委員長が蔡龍海朝鮮労働党副委員長、朴宝玉国務委員会副委員長、金蔡龍内閣総理ら党の中央委員会政治局幹部らと共に参拝したと伝えた。なお、米朝対話の最高責任者である李秀弘外相も参拝に同行したことが確認されているが、北朝鮮メディアは李外相の名前を記事に記載していない。